暮らしを良くするお片付け研究室、チャンネル登録もよろしくね。こんにちは、お片付け研究室チャンネルのタンです。今回は人生を動かすための手放す片付けというテーマについて、リタポーレさん著、1週間でごっそり捨てる技術をもとに考察していきます。例えば日々生活する中で人生が回っていないような停滞感を感じる、そんなお悩みに心当たりはありませんか？今回の方法を知らないと不要なものにどんどんやる気が奪われて変化を起こせないままです。しかしこの動画の内容を実践していただくと、不要なものと一緒に執着や負の感情を手放し、家の中をすっきりとさせることができるでしょう。このチャンネルでは暮らしを良くする有益な情報をたくさん配信していますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。今回取り上げるのはリタポーレさんの著書、1週間でごっそり捨てる技術。インテリアデザイナーや風水コンサルタントとして活躍しているリタさんは空間を扱う専門家。物に別れを告げることは大抵の人にとって苦痛であると話すリタさん。例えば人は物を捨てるくらいならば、物にぶつかり探し回ったりしてもその不愉快を保つ方が捨てるより楽という思考です。しかしそうしたガラクタが多くあると人や物の身動きが取れなくなるというリタさん。もしもあなたがこのように生活に停滞感を感じているのなら、手放す片付けにチャレンジしてみましょう。1週間で空間をすっきりさせることで人生が自然と良い方向へ動き出すかもしれません。一言で言うと、何かを手放せば変化を起こせるです。物を手放し空間をすっきりさせると、自由に行動できる余地や時間が増えたような開放感をもたらしてくれるとリタさんは言います。古い考えを捨てると、そこに新しい考えが入ってくるように、空きを作ることには必ず変化がついてきます。かといって何もかもを手放すことを勧めているのではなく、まずは自分にとって大切なものと邪魔になっているものを区別することが大事です。大切なものには適切な置き場を用意することが必要だとリタさんは言います。外側、周囲を片付ければ内側、心も整頓されます。そこで最も大事なことは、とにかく始めてしまうことです。1週間を例に人生の停滞を抜け出す方法を一緒に学んでいきましょう。本日のお品書きはこのようになっています。1週間で人生に変化を起こすための心得について、3つのポイントにまとめてみました。1、生活を変える3つの箱。2、掃除と整理で心もすっきり。3、高と宝物で自分を大切にする。それでは参りましょう。まずはじめに1、生活を変える3つの箱について解説していきます。リタさん流1週間で住まいを変える方法の1日目は、まず3つの箱を準備することです。1、ゴミ用の箱。2、リサイクルできるもの用の箱。3、宝物用の箱です。1、ゴミ用の箱はゴミとして完全に捨ててしまうものを入れる箱です。この場合ゴミ袋や段ボールでも OK です。2、リサイクルの箱はリサイクルに回すものや誰かにあげる用のものを入れる箱です。重くなるので丈夫なものが良いです。3、宝物用の箱は暮らしには必要がないけど本当に大切なものや別れたくないものを入れる箱です。上品なものを選びましょう。箱を準備したら、自分の住まいや生活から追い出したいことをリストアップします。2日目は3つの箱に選別をしていきます。玄関ドアの外側と内側から始め、時計回りに行っていきます。一つ一つを手に取り、3つの箱のうち
どの箱に入れればよいかを考えます。リタさん曰く、そのものを使わなくなってからどのくらいの時間が経っているかも参考にして、長くは考え込まないように行うのが良いとのこと。3日目にはまた同じように、左側から右側の順に次の部屋というように行っていきます。家族のものには手をつけず、自分のものだけを片付けること。無許可で他の人のものを処分するのはルール違反です。もし家族に片付けてほしいと思っても、家族に自分と同じ作業を強制してはいけないとリタさんは言います。片付けの作業は伝染するので、自分が片付けている様子を目にすることで良い影響を与えることもあるそう。物の所有者だけが手放したり片付けたりすることが大切なことなのです。続いて2、掃除と整理で心もすっきりについて解説していきます。4日目は選別を終え、整理し終えたら掃除をしていきます。どの部屋も床に邪魔なものがない状態になっており、掃除がしやすくなっています。古いホコリやベタベタする汚れを空間から追い出していきます。掃除機がけ、水拭き、窓拭きを行います。家具や備品、設備などもすべて拭いて汚れを落としていきます。その後はゆったりと入浴してリラックス、疲れを洗い流しましょう。5日目は住所録と暮らしを整理します。自分の生活の中で苛立たせる人、エネルギーや時間を奪われていると感じる人の連絡先を削除し、自分の暮らしにおいては何が多すぎるのか、本当に大切なものは何かを考えていきます。整理整頓についての基準は人それぞれだというリタさんですが、きちんと整理されて見える要素は空白であると言います。見通しよく、どこに何があるかわかるようなら整理されているように感じます。物をふさわしい場所に置く、そして所定の位置に戻すようにすれば散らからなくなっていきます。最後に3、コート宝物で自分を大切にするについて解説していきます。6日目はすっきりとした空間で香を焚きます。香には自分の思考や行動、気分から生じたものを消してくれる作用があるというリタさん。簡単な順序は次の通りです。まず香を焚くためだけの時間を取る、窓を閉める、香を焚きながら自分の目的を考える、換気して徹底的に煙を放出させる。重要なことは、今の自分は何を目指して人生を動かしたいと考えているのか、目的を意識すること。香の種類はホワイトセージ、土壌つなぎ、勝負がいいというリタさん。香以外で気分を変える方法は、エッセンシャルオイルやポプリ、新鮮な切り花を飾るなどが効果的なのだそうです。自分にぴったりの方法を見つけて取り入れてみてくださいね。最終日の7日目は、綺麗になったことを素直に喜び、住まいの飾り付けや自分だけのお気に入りの祭壇を作ります。自分だけの祭壇には、今の自分にとっての宝物を置き、そのことを家族に伝えます。そうすることで、自分の考えが相手に良い形で伝染していくのだとリタさんは言います。最後に、香を焚く際は火の取り扱いや換気、火災報知器などにくれぐれも注意して行うようにしてください。では最後に、この動画の考え方をまとめて振り返っていきます。まず3つの箱での仕分けで自分の大切なものを把握しようということ。次に、外側から汚れを取り、内面の整理をしていこうということ。そして香を焚いて気分を変え、家の中を飾り付けて良い空間にしようということでした。すっきりできた人は、とっても素晴らしいことと話すリタさん。しかし今後もまた散らかってしまうことがあれば、
自分の行動、習慣、態度が重要だとリタさんは話します。不要なものがたまると視界にいろんなものが映り、自分の大切なものが何なのかがわからなくなってしまいます。チャンネルでは一度で全てを終わらせようとせず、この1週間を繰り返して徐々に進めることをお勧めします。自分に合ったペースで取り組んでみてくださいね。この動画を見ているだけでもあなたのお片付けへの意識は十分高いです。ぜひ自信を持って片付けを進めてみてくださいね。以上で人生を動かすための手放す片付けの解説は終わりです。概要欄に今回ご紹介した本のリンクを貼ってありますので、チェックしてみてください。お付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルでは片付け、掃除、家計に関する本を紹介しながら、暮らしを良くするためのお役立ち情報を配信していきます。気に入っていただけたらチャンネル登録やいいねをいただけると嬉しいです。コメントもお待ちしております。それではまた次回の研究動画でお会いしましょう。バイバイ。